申告納税制度とは、国等の税金について納税者自らが、税務署へ所得などの申告を行うことにより、税額を確定させ、この確定した税額を納税者が自ら納付する制度である。アメリカ合衆国、イギリスなど世界各国で採用されている。申告納税制度に対し、行政機関の処分により、税額を確定する方法を付加課税制度といい、 日本においても、地方税ではこの方法が一般的である。また国税にあっても、日本では太平洋戦争以前は付加課税制度が取られ、税務官署が所得を算定し税額を納税者に告知していた。しかし1947年、各種制度の民主化の一環として、主要算税について、申告納税制度が採用された。一般に、 民主的な納税制度とみなされることが多いが、それについては民主主義との関連を疑問視する見解もある。国税通則法第16条に規定されている。納付すべき税額が納税者自身の行う申告により確定することを原則とし、申告がない場合、または申告が不相当と認められる場合に限り、 租税行政庁の構成内視決定によって税額を確定するという租税制度であり、1947年所得税、法人税、相続税の三税に導入され、その後多くの国税に適用されるようになったものである。1946年11月の日本国憲法制定に始まる戦後の民主化政策は租税制度に及び、 直接税においては申告納税制度が全面的に採用されるに至った。納税者が事故の所得及び税額を自ら計算しかつ納付する自主申告納税制度は民主国家の財政を国民自らが支えるという民主的納税思想に根ざすと考えられ、また当時にあっては日中戦争及び太平洋戦争によって多くの政府要因が失われ、 残された数少ない要因の元大衆課税によって、激増する納税者の課税を行う点でも合理的とみなされた。改正にあたっては、当時日本を占領していた連合国軍最高司令官総司令部の影響が強く、さらに1949年に二度にわたって出された、シャウプ韓国や米国留学の経験を持つ大倉官僚などを通じて、 一層米国の影響を受けることとなった。ありがとうございます。